おやじ、しっかりしろ。父上、虫に従わぬ者の末路よ。お主らもよくよく思案するがよい。てめえ逃げんじゃねえ。くそ。血気に流行って荒ぶる俺たちを見守り続けた親父は、その身を賭して孫家の行く末を示された。俺たちが引き継いだ血は争いを重ねるためではなく、弱き力を束ねる旗印たるべくこの身に流れる。虎とは異なる層我を持つ者よ。我らの船出を見届けよ。選手に掲げるはあのエセ同士の支給と、万民を太平に導く王となった我ら孫家の未来。知らぬ間にわしを超えたな、二人とも。強くはあれ、そして民を慈しみ戦を恐れる心を忘れるな。特に策、お主はわしに似て命知らずが過ぎる。あやつを止めてくれ。おやじ、父上。甲将が一人で董卓のもとに潜り込みおった。共に美雨に向かってくれんか。Thank you.
ことよ。名を聞こうか。長仙と申します。